はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、購入してきたものをご紹介したいと思います。今回はね、いろいろでもないか、まあガチャガチャが中心ですね。はい、まず一つ目がですね、一応ジャンプショップ行ってきたんですが、買ったものはないですね。まあ買ったっていうよりね、やってきた。はい。まあちょうどね、備え付けのガチャガチャがあったんで、やってきたんですけれども、それがこちら。ワンピの実。はい。第1回戦。こちら。初登場ですね。全6種、はい、内容はルフィ、ナミ、ロウ、キッド、ヤマト、オデンと、はい、でこういう感じでね、カプセル、このカプセルごと出てくるんですよね。でフィギュアをこうやって中に入れることができて、積み重ねることもできるという、はい、そういったシリーズがこの後続々登場します。はい、まあ、それの第1弾っていうことですね。今回やってきたのは、スマホを使ってコレクションもできるみたいですね。はい、で私もこれを1回だけやってきたんですよね。はい、で1回400円なんですよね。はい、で出てきたのがこちら、ルフィ。いや、ルフィが出ましたね。いや、自分的にはヤマトが欲しかったんですけどね。ヤマトかロウ、まあでもルフィもいいです。なんか出来良さげなんですよね。めっちゃちっちゃいんですよこれ。はい、指からしたらすごいちっちゃいこれ。ではね、ちょっと、あ、でこれのね、カプセルが悪魔の実の形、模様になってるんですよ。ではね、フィギュア本体見ていきましょう。こちら、めっちゃちっちゃいけどめっちゃよくできてる。この小ささでこれは素晴らしいと思う。ちゃんと塗装もね、ちゃんとされてるし、いや、ここまで小さいのにこのクオリティはなかなかいいですね。期待できるシリーズになるんじゃないですかね。はい、ちなみにこれの大きさがね、だいたい 3.5 センチ。はい、めっちゃちっちゃいですよ。まあでもクオリティ高いな。これは集め買いはあるんじゃないですかね。はい、で補助パーツがこういう感じで入ってました。はい、台座に支柱、枝分かれした支柱があります。これはね、こっちを使う場合とこっちを使う場合、この上の部分と下の部分でキャラによって刺す位置が違うらしいんで、この形らしいんですけれども、はい、でこれが悪魔の実の枝、はい、上の部分につけるやつですね。はい、悪魔の実はね、こういう感じで組み立てられます。はい、でパカッと開けて、でルフィの場合はね、一番上の差し込み穴に差し込むと、はい、こんな感じですかね。はい、でこれを普通にこの中に入れるっていうだけですね。はい、こんな感じ。これを普通に下にね、穴があるんで、これをだんだんに組み合わせていくと、はい、積み重ねていく感じですね。これをこのまま蓋してもいいとは思うんですけれどもね。はい、まあ、そうすると何か全然わかんなくなっちゃうけどね。
こういうフィギュアですね、うん、なかなか出来はいいんじゃないでしょうか。続いてご紹介するのがね、またちょっと一風変わったものですね。はい、まあキャラクターではないんですが、こちら、はい、川崎ヴィンテージバイクシリーズ24分の1スケールモデル川崎ゼファーカイ、はい、こちらやってきましたね。まあ私ね、バイク好きでもあるんで、うん、ちょっとねやっちゃいましたね。まあ、狙いは2002か2004年式が良かったんですけれどもね、はい、ここにナンバープレートがあるけど、お好みで切り取ってナンバープレートに貼ってください。別にシールでもないんですけどね、うん、両面テープで貼れっていうことですかね。で、結構こう細かく何か水転写なんだ、水転写マーク、ああ水転写なんだ、はい。でこのね4車種のうち何色が出たかっていうのですね、うん、はい、それがこちら、はい、一見すると黒だと思うじゃないですか。これね、黒と紫で青でシルバーなんですけれども、まあ、この時点でシルバーではないと、はい、で要は水転写デカール、そちらの色 によって決まります。それがこちらブルー、はい、ということでね、こちらの2007年式、はい、一番最新のゼファーカイのものですね。まあつってももう16年経つのか、ちげえよ14年経ちますね、はいはい、ブルー、これは水転写デカールなんだ、まあ、結構プラモデルみたいにしっかりしてるっちゃしっかりしてるな。これはちょっと後ほど組み立ててご紹介します。はい、続いてやってきたのが、まあほぼガチャガチャなんですけれども、はい、こちらイットペニーワイズコレクション全4種、はい、こちらちょっと面白い半分でねやってきたんですけれども、これ全4種、まず等身大です。等身大っていうか、うん、この人形っていうのかな、ペニーワイズ本体ですね。で次ペニーワイズがちょっとねこう変形したやつ、 It in the box って書いてありますね、うん、箱に入ってたって感じかな。で次がめっちゃ怖い、ペニーワイズ in the water、 はい、水に濡れたペニーワイズ。で続いてがテラーフェイス、叫び顔ですね、うん、でこれをね私2回やってきましたねなんで2回もやんだっていう話なんですけれども、こういうの好きなんですよね、うん、変わったやつが。でこれ1回300円なんですけれども、はい、で1回目に出たのがこちら、はい、ペニーワイズインザウォーター、めっちゃ怖くないですかこれ。これ梅津和夫に出てきそうな梅津和夫作感じ。いやこれはこれで飾るかやったはいいけど、これすげえ不気味だな。もうめっちゃよくできてんだけど、ほら瞳とかね、めっちゃよくできてんだけどさ、不気味だな。はい、続いて出たのがこちらテラーフェイス、いやーテラーフェイスでしたね。もうフェイスフェイスです、フェイストゥーフェイス。うわめっちゃめっちゃこれは怖っ。
いや結構リアルに再現されてますね。いやこれはすごい成功にできてはいますけれども、逆にそれが怖いっていうね、逆にこれを飾るのかっていう話にもなってきますけれども、うわめっちゃこれはリアルだな。はい、この2つともフェイスでしたねいやこれは怖いな、なんでやったんだろう俺。続いてね、まあ、一応ヨドバシ行ってきたんで、まあそこでね買ったんですけれども、次はガチャガチャじゃなくてね、こちら、はい、ビブルカードですね。ワンピース図鑑のビブルカード、これね全部集めてんですよ私今のところ。はい、それのねちょっと持ってないやつがあったんで買ってきました。4個ですね。はい、ブースターパック、これをねめっちゃ集めてるんですよ今。全部集めてますね、まあ、こういう感じでねコレクションしていけるんですよ、これは結構ね、まあ、コレクションのしがいがあるんでね、買い続けてるって感じですね。はいはい、いやバイクね組み上がりましたよ。組み上がったけどこれねガンプラより難しい。めちゃくちゃだよこれ、これ半端ないよ、こうね接近させるとねちょっとアラがすごい目立つんだけど、これ限界ですね私のね。まずさすがね、まず、はい、入れるのにねすっごい難しい。穴がめっちゃちっちゃいの、もう1ミリもないぐらい。そこに入れるんですよ。まずピンセットとか使わないとまず無理で、こういうねステップもあるんですけど、ステップがまずつかない。もう瞬間接着剤でつけてもう発火してますねでこのサイドスタンドもすぐ取れるでフロントサスもねこう入れるのつらかったし、まあ、あとデカールですね。デカールもすんごい貼りづらい、ちっちゃいからなかなか貼れないんですよ。これでもシワ寄っちゃったりしてるんですけど、これが限界ですね、こうメーターとかのデカールも自分で貼り付けるんですけど、めっちゃちっちゃいからどっか行っちゃったら終わりですね一貫のでこう行ってでね、ここにもねあのステップがあったんですけれども、ちょっとねピンセットで弾いちゃったらどういったかはもう分かんなくなっちゃいましたね。はい、もうほんとミリ単位ですよ、ほんとステップ、まあ、こっちのステップ見れば分かりますけど、ほんとこれちょんってくっついてるだけ、こんなんどっか行っちゃったらもうねもう分かんないよこれ。いやこれはすっごい上級者、これガチャガチャってもねほんとね常日頃からプラモデル組み立てたりとか手先が器用な人じゃないとまず組み上がらない。でこれねフロントライトレンズ真っ白じゃないですか、本当はクリアだったんですよ。あまりにもつかないから接着剤使ったらめっちゃ白化しましたねめっちゃ真っ白になっちゃった。でもそんぐらいくっつかないよこれ。これどうやってくっつけんのっていう話、いやこれむず、無理だ。よかった、なんか一回だけでこんなもう絶対組みたくないわまあその分ねめっちゃなんかかっこいいんですけど、出来もねちゃんと手先が器用な人が作ったらめっちゃかっこよく作れそう、なんかこれを元にねガレージキットとか作ってね飾ればすごい映えそう、これもすっごい丁寧に置かないとねサイドスタンドがね外れちゃうんですよ。
でサイドスタンドもこれ細くてちっちゃいからどこ行ったか分かんなくなっちゃうから、これが限界。はい、ということでね、今回、買ってきたもの、ガチャガチャ回してきたもの、はい、こちらをご紹介していきました。はい、まあね、これを見てね、ぜひチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。